もかけ氏は日本の氏族、鎌倉幕府の後進、土井真平の後裔、小早川氏の初流一族である。菅武平氏平良文の流れを汲む相模国土秘境を発祥とする土井氏の一族で、土井真平の子、円氷が秋国沼田総辞当職に分任され、養子、慶大らがこれを次小早川氏を称した。その後裔、竹原小早川氏の初代、 小早川正影が、昭和元年、備前国もかけ将軍もがかり村。現、岡山県瀬戸内市奥町、虫明、もがかり地区の自頭職を賜り、その地を治めるため現地に赴いた、所流家が、後に、現地の地名を取って、名字とした一族が、もかけ氏である。その後、竹原小早川氏は、もかけ賞を手放し、この時、もかけ氏も秋国へ撤収している。 天正年間の小早川家の座灰書き立ての上位に、もかけ殿の名が見え、他にもけんがない、守る、もかけ六郎、もかけ、うねめ城などの名が記されていることから、小早川高影の時代の小早川家臣団の中でも、重きを成したものと考えられる。小早川高影が没すると、もかけ六郎森里氏は、京都に干挙し、もかけ氏を改め高山氏を称した。 関ヶ原の戦いでは東軍に参陣徳川家康本隊で鉄砲頭として、鉄砲隊の一隊を指揮し、その功をもって、備中国なしり勝軍紀子村で戦国を与えられた。着難高山守勝の時代に、所領の一部を上野国新田軍に移されるが、寄合旗元戦国として明治維新まで続いた。文家に次、次男。 高山と品川を外する旗本450国がある。A64 年、毛利元成り、流言府氏が高影の居城新興残城を訪問した、際、塔、模型がない、守森守里,里氏と共に召し出され、杯を受けた、もかけ影都氏の系統は、長人となった。ありがとうございます。